ですね本当に。よいしょ。いや雷すごすぎてなんかやばかった。いややばかったね。本当に。なんなら今日の朝もさっきうわーみたいな感じで雨降ってきてびっくりしたし。ごめん今めっちゃニベア塗ってる。ニベア ねえすごかった。幼い本当に。今お風呂入ってきました。おはよう。だから肌の透明感がアップしてるかもしれない。停電した？本当に？いやでも本当に停電してもいいくらいのあれだね。何？あの天気が雰囲気違う。え、なになに？なんだろう、怖い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 。え、なになに、色がない、色がないとか。え、なんだろうね、なんだろう。おはようございます。おはようございます。ちょっと後で前髪切る。前髪切って幼く見える。やったー、じゃあやったーにしとこう。そうあれなんですよ、あのトリートメントっていうか昨日美容院に行ったから、そうだから今髪の毛をわーって洗ってきたんですよ。そうなんかせっかくシャンプーしてもらったのにもう一回自分でシャンプーしてなんかその美容院の髪の毛をなくす、自らなくすのはもったいないじゃないですか。そうよいしょ。ピュッかわいいサップ、そういうことかな。髪染めてない。そうですよ髪は染めてないんですけど、なんか染めなんだっけ、あ違うか、なんか美容師さんに染めたいとは思わん、なんか染めたいとか思わないんですかとか言われて、思いませんって言った思いませんって言いました。やっぱり黒がいいので。おはようございます。あとあれだね、あの日曜日のオンラインおしゃべりさ、そうすいません本当に、なんかすごく急な発表、急な発表違う、直前の発表になってしまったんですけど、すいません本当に。なんか3部も完売したと、そうお聞きした時が本当に申し訳なくてごめんなさい本当にね。なんか後日振り返って多分書いて、あ明日、今何て言ったんだろう、土曜日明日ですね、すいません。振り返、後日振り返みたいなの書いてあった気がするから、またもう予定こじ開けてちょっと皆さんとまたおしゃべりする機会があってあればいいなと思うんですけどね。そうでもまあそれだともしかしたらなんか振り返りだと予定合わないっていう人もいるかもしれなくて、そう全然追試とかじゃないです本当に全く。なんかこの前メールで書いてあったんだけど、
なんか学業もアイドルもなんか両立できてるって言ったじゃないですか。本当その通りです。本当その通りで、決してなんかしでかしたとかではないので、本当にそれだけはそう見えてしまうよね。そうだよね本当にツイシじゃなくて留年危ういとかも全くないです。本当に本当に順調ではあります。すいません本当になんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、そうなんか直前になっちゃったんですよね。そうごめんね。多分、まあ、いつも来てくださる方もいらっしゃいますし、初めて来てくださる方もいたのかなって考えると、もう本当にもうごめんなさい。もうメールたくさん送ります。あの書き方あの書き学業あそう学業ってやったらなんかすごいなんかめっちゃ真面目なみたいな、ルアなんかやらかしたんかみたいなテストも赤点じゃないしね。私赤点じゃなかったんですよテスト、はあ、すごくないとか言って、一時的に頭良くなるタイプだからルア、二徹とかして、二徹っていうのかな、二回徹夜したこと、そう無理やり入れるんですよ脳に。そうだからだから一時的に頭がいいです。はよ満点に近い、まあ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 手に近い、まあ、そうどちらかといえばそっちかな。アンキパン使った、そう使いました真面目にやってますよ。ごめんね本当に。今足にニベア塗ってる、ごめん今だからめっちゃ下向いてる、ごめんなさいちょっと時間なくてすいません。ちょっとなんかながら作業になってるけどごめんなさい。ちょっとやっぱりその今乾燥の時期だから、みんなもあれだね、気をつけましょう乾燥には。乾燥したらやばいから、パッキバキになるよ。アンキパンって使った後が大変そう。あ食べるね、食べた後ってことねえニベア、なんかあれはこういうやつなんですよね。こうやっていちいちこう出すのがめんどくさいから、ポンプ式のやつ買ってて、まあでもこれでもたまにこれ持って劇場行きますけどねこれ多分みんなが思ってるよりでかくて、なんか伝わるかな、すごい雷が鳴った、めっちゃ大きいんですよ。そうけどこれ持ち運びがちょっとできないみたいなのがちょっとまあ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 って感じなんですけど、はいそうよく持ち運んでるんですけど、最近はでも持ち運んでないけど、でもこんなに乾燥するのは持ち運ばないとだよねって感じ。結構
構減らないんだよね、それにしては。まあルアしか使ってないっていうのもあるけど、そう、超乾燥肌から乾燥肌さんに向けてしっとりニベアスキンミルクです。あそうだった、待って、思い出した、やばい、まだ間に合う、見て、見えるかな、見えた、ルアシこれ飲むんだった。そう、今日もね、なんかこの前もこの背景の時春雨の食べたんだけど、今日も春雨食べました。毎日春雨生活、なんかそういう企画できそう。何時間かはキープでき、そうですね、結構これあるとないだけで結構、その私すぐ膝小僧になるんですよ。膝が真っ白になって乾燥するから。けどそれがなくなるっていうのは結構大きいですね、私からしたら。劇場に2個買ってもらって置いとく。それが一番いいね。ね、そのコップの緑のが春雨。いや違います、違います。春雨は別で、これ飲んでました。飲んでた、飲んでた、やばい、食べてました。でこれはすいません、これは抹茶ラテです。もう全然熱くない、いただきます。美味しそう。やば、美味しい。なんかね、磯辺家今は、まあ、もっとこれから種類増えると思うんですけど、今抹茶ラテとあとココア2つあるんですけど、そうそうそう、けどママシにいつもココアか抹茶ラテどっちがいいって聞かれた時に悩むじゃないですか。でもなんか最近抹茶ラテいいなって思い始めてきて、そう、毎回抹茶ラテを入れてもらってます。抹茶ラテイ、抹茶ラテイです。おはよう、今日のラテ。そう、なんかあったかい飲み物、ちょっとこれぬるいんだけども、忘れてこの存在忘れてたからぬるいんだけども、なんか体が温まるとね、マジで動こうと思えるんですよ。なんか寒いとさ、やる気出ないじゃん、なんかもう何もかも準備も学校の準備もやる気出ないしみたいな。けどあったかい飲み物を飲むと動けるのでおすすめです。朝におすすめ。すごい雨の音聞こえるかな、聞こえる、雨ね、ずっと新潟雨降ってる。あ、雨降ってないと思って、いやラッキーと思って、まあ、外出するじゃないですか。で帰りなんかそのお店からとか出てきた時にもう土砂降りなんですよ。やべ、傘やばいみたいな時もあって、本当に新潟の天気に振り回されてます。それはこのまま行くと来週の土曜日に800日、あ本当ですか、14日ですか、14日。14日、あれか、4公演の日か。え、皆さん14日15日ぜひ来てください。4公演よろしくお願いします。来てね、来てね。そう、8日が出ないので、だからお次が会えるのが結構、そう、おしゃべり会もすみません、本当に振り返りとかになってしまったので、まあ多分それまでにはおしゃべり会ないと思うから、次皆さんになんかちゃんとバーンってアイドルしてるルアシを見せできるのは多分14日ですかね。15分経ちました、ありがとうございます。ゆずシトラスティー、あーなんか聞いたことある。え、美味しいですか、やっぱり。うん、長野晴れて、お、いいな。よかった、長野が晴れてるならそれでいいです。え、本当に日清のどん兵
食べたいな。コーヒー、あ、いいな、コーヒー。ってことで、じゃあ終わりたいと思います。15日、ありがとうございます。そう、冬ブロックっていつからなんだろうね。いつからかわからないけどね。あ、おしゃべり会いました、ごめんね、本当に。でもちょっとごめん、しつこいくらい言うけど補習じゃないの補習じゃないし、ない留年がかかってるわけじゃないの、ほんとごめんなさい。それだけはちょっと一生言いたいっていうか、ほんとごめんね。なんか私もこんな直前になると思ってなくて、そう、ほんとにすいません、あの直前で、すいません、よろしくお願いします。補習ではございます。ちゃんとなんかもう先生に目もつけられてません、もう大丈夫だと思いますってことで終わりたいと思います。そう、メールとチャット送るつもりなので頑張って送りますので、皆さんに届いたら嬉しいなと思います。ってことでお礼をさせてください。え、待って、昨日のメール届いてない、もしかして。おー、すごい、ここで来たお礼をさせてください。13位、かずちゃま氏、ありがとうございます。12位、山田のピクチャー氏、ありがとうございます。11位、しゅうちゃん氏、ありがとうございます。10位、ちょうちょ氏、ありがとうございます。9位、ガトランティス氏、ありがとうございます。8位、こがーまー氏、ありがとうございます。7位、中野氏、ありがとうございます6位、ささらばっとすい氏、ありがとうございます。5位、バイキン氏、ありがとうございます。4位、しゅん氏、ありがとうございます。3位、ふわふわ氏、ありがとうございます。2位、接点菓子、ありがとうございます。そして1位は、ちがぽい、アイスリ新潟市です。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。千葉はどうですか、晴れてる、雨降ってるね、新潟はもちろん雨降ってるし、今雷鳴ったお互い頑張ってこうだ。晴れてる、いいな、え、いいな、都会いいな、ありがとうね。あ、東京も晴れてる、え、いいな、え、本当にやってる、関東行こう、じゃあということで、なんかあったかな、今日あとなんか、明日は朝配信をしたいと思います。ちょっと朝配信、一応予定では朝配信の予定です。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました、バイバーイね、いい一日になりますようにありがとう、またね、バイバーイ。